るだろう。はい。はい、皆さんこんにちは。こんにちは。今日あ、コーリちゃんです。ちょっと自己紹介しようかなと思って。コーリ、はい、コーリです。コーリちゃんです。はい、と松の井みやびです。はい、はい、この2人がムービーを撮ってるっていうことはですね、4月の4月の19日、はい、金曜日の夜ですね、夜に、ロス祭という、イベントをやることになりまして、はい、でそれのチケットが今日10日12時から、販売スタートします。いや、120人来るかな、ちょっと不安だけど。なのでね、あのみんな来てくれるといいな。そうですね、あの神の行き場のロス祭ということなんで、はい、封鎖のあんなことやこんなこと、アミリのあれやこれや、いろいろ話したりしようかと思ってますが、私今ちょっとミーティング中なんですけれども、はい、何しようかね。ちょっと今いろいろ作戦会議中なので。そうなんですよ。なんかむしもこういうのやってほしいとか、なんか見たい、こういうの見たいみたいなのがあったら、はい、何かあれば、コーリちゃんのインスタとか私のツイッターとかにメッセージを送ってもらえると、それを反映してなんかできると思うので、今ならチャンス、はい、ビッグチャンスです。チャンス。はい。とんでもないことが来たらどうしよう。ね、何まあ何、まあいろいろ、はい、あと誰呼ぶっていうのも、なんかそうですね、松の井みやび、コーリー、ゆうか、他って書いてあった。どうしよう。ね、そうなんですよ。そういうのも、まあ叶えられる限りは、誰に会いたいね、まあね、会いたい人いっぱいいると思いますけど。そうですね、まあ基本はね、女の子同士で、そうですね、私とワイワイ、コーリちゃんといろいろとねやっていこうと思ってるんですけど、2分回ってる。長い、結構喋ってる。どうですか。え、なんですか。暖かくもなりますしね。そうですね、もうすぐ春ですね、なんかさっきもちょっとコーリちゃんと喋ったんですけど、なんでこう神の規模はこんなロスの人が多いのかっていう。確かにロスですっていう発言をたくさんいただくので、発言、コメントを、そうそう、まあ、実際 ね、私たちもロスストーリーもね、結構重ためだったので、ああ物語がね、そう、終わった後がね、そうだよね、ちょっといろんな感情が、そうですね、終わって今だから4月だから4ヶ月経つの、ってことになるんだよね。え、4ヶ月神の牙の放送が終わって、まあ、舞台とかありましたけど、3ヶ月じゃない。あ、3ヶ月ちょっと数字が弱い、弱めなの。そうなんです、数字が。そうね、もうジンガさんいないんでね、突っ込んでくれる人いないんですよ。2人ともちょっと気張らないと、ポンコツ気味なんで。そのまま進めちゃう。あ、じゃあ三塩さんがいてくれるから。そうですね、突っ込んでくれるから、そこはちょっと任せましょう。そうだね、そう、こんな感じで。そうだね、やってます。はい、1ヶ月経ったから、そうだね、なんか次は会えるのは DVD とかのイベントなのかなとか思っていたので、その間にね、私とフーサとアミリでちょっとロス、神の牙をまだ絶やさないということで、やっていこうと思ってます。ね、楽しいイベントになるといいんですけども、120人ぜひ来ていただきたいので、金曜日の夜だからね、お仕事もどうかちょっと、新学期とか、なんだか新学期じゃないか、卒業式、あ、もう入学してる、入学って入社か。入社とかもされてて、新生活も始まってると思うんですけどね、桜も散ってるんで、多分ですね、はい、どう、なんかその皆さんに変える。いつも報告してる。はい、コーリちゃんがね、なんかグッズとかもね、今カッパにハマってるんで。カッパにハマってるらしいんですけど、カッパの何か、カッパ T シャツ、カッパ T シャツ作りたいとかも言ってたりとかして、まあ、ちょっとどうなるか分かんないんですけども、なんかいろいろ楽しい感じでできたらいいなと思ってます。思ってます。はい、どうぞ、なんか
こんな人に向けて。